今度はテスラコイル利用のプラズマ、ボールをお見せいたします。こちらにありますのがフライバックトランス仕様の、高圧発生装置、これが一次側スパークギャップ、これがコンデンサーバンクです。これがテスラコイルの一次コイル、二次コイル、それから二次コイルの、てっぺんにつけた白熱電球です。それでは、電源を投入します。